悔しくて強いわ。練習試合だけど、やっぱり試合、ね、チームとしてやる以上はチームとして戦わないといけない。でそれが今後チームとしての横浜市としての強みにしたい。はい、OK。全力プレーと一体感を持ってみんなで臨みましょう。行くぞ！よいしょ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 ！はい。はい、入ってきよ。いける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 いけ
にちは、斉藤浩介です。今日は皆さんと、サッカースクールが、中止になってしまってプレーすることができなかったんですけど、僕たちも、J1 昇格に向けて今シーズン戦っていくので、皆さんも、サッカー選手目指して頑張っていってほしいなと思います。今日の PK 獲得と PK 振り返ってもらってもいいですか。全員がプレス行った時に PK もらうだろうなと思って、もうボール取りに行こうしよう。俺がもう立ち上がった時にはこいつが取ってるんだろうなと思ったら、蹴っていいってしっかり聞いてきてくれたんで、そこは成長してるなと思いました。高校の時は無言でした。高校の時はもうなかったです、ボールが。同じようなシーンは結構あったの。結構あったよね。めっちゃありました。ちょっと懐かしかった。もう一個決めれたな。そうね。もう一個決めた。ちょっとあんなところにボールを折り返してくると思ってなくて。そこも成長してるんで。成長感じました。いや、いいとこにボールが来たんで合わせるだけでした。いやでもマジでいいボールだったっす、本当に。まあ、でもチームとして狙ってるところ、あそこのクロスも出せたんで、意識してるのは出したんで、よかったです。あ、スーパーのアシストだったって、達也が言ってたけど。いや、達也くんのスーパーなヘディングアタックだっす。マジで。合わせるの大変でした。合わせるの大変でした、ね、はい。まあ、いいところに行ってくれたんでよかったです。達也くんのおかげです。俺のおかげです。Bro is back. Tell your friend. 友達です。あ、いいよね。What's happening? Football? Football? Football. Oh, shit. 危ない。やろ。あ、ワンパスアドフォーリー。あ、いや。元気ですか？元気よ。気をつけてください。マスク。マスク。はい、チーズ。かわいい。かわいい。卓球はマジで多分負けない。わかんない。最低おかしい。逆転したよね、5-4したよね。
そのサーブあかんねん。